勝負だぜ少年です。現地に水槽を持ってって完全再現する企画第2弾をやりました。ある日少年は思ったんです。現地まで水槽を持って行き、現地で調査したものでレイアウトを作り、その日獲れた魚を泳がせればその日の川を完全に再現することができるのではないかと。ドン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 ってバカみたいに言うけど、今回は家族で人気の少ない川に行ってきました。果たしてどんな魚に会えてどんな水槽が出来上がるのでしょうか。どうぞ。今回の武器はこちら、サディアミです。玉網の網の部分しかない、この玉網の網の部分しかないこちらの網は、とにかく広範囲の魚を網に入れることができる優れもの。小さい網より大きい網の方が魚がいっぱい入ることは誰が見てもわかるでしょう。ちなみにこちらのサデアビは自作しました。県や川によっては禁止されているところがあるので気をつけて使いましょう。しょ、おイモリ入った、イモリ、ほら見て、うわイモリめっちゃ入った、すごい、イモリかわいい、うわ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 、寝てたんかなこれ、うわ申し訳な、こんなんからイモリ出てきたぞこれ、すごい、イモリ入りました、かわいい、まだちっちゃいなこのイモリ、なんかこの時期はちっちゃい魚ばっかりや。かわいい。お、卵入った、卵、お、油ボテや、イエーイ、ボテさん入りましたね、ボテさん、油ボテ、エビばっかりや、エビばっかりや、おお、なんや、うわー、おー来た、びっくりした、おー、おー来た、びっくりした、びっくりした、ナマズや、でかー、びっくりした、びっくりした、でかー、これは妹が喜ぶわ、かっこいいな、やっぱナマズ。かわいい。日本のナマズかっこいいよ。日本のナマズ。で、このヒレがここまであんねんで。ほら、こっからさ、ここまで。で、背中にピッてここにヒレあんねん。かわいいヒレ。この水槽60センチやから、50センチくらいあるんちゃう、このナマズ。よいしょ。バイバイ。かっこいい。全然逃げていかない。うわ、来た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 、おー麦つくよ、かわいい、麦つく入ったぞ、いいね、さくらんぼーい、お、麦つ、あ、吉野ぼり入りましたね、吉野ぼり、かわいい、
胸びれの調子が少ないのがカワウシの特徴なんですけど、お、ドンコ入りましたね。ドンコかわいい。ドンコはね、かわいいですよ、これ。全部かわいいって気する。これ、ドンコ。鈍感そうな。ドンコってね、なんか、一匹おったら周りにいっぱいおるイメージなんですよ。なんか、ドンコマンションがあるみたいな。勝手に思ってるんですよ。一匹取れたらいっぱいおる、その周りに。おい、入ったね。お、おいかわや。おいかわです。まだちっちゃいね。口がなんか丸いのが特徴よね、かわひがいってなんか。あとはこの背びれ。背びれに模様が入ってるんですよね。今回、あ、いいね、いいね、いいね。カニとかなんかな、カニ。カニ。危ないです。こうよりも横の方がいいな。こっちやな。こっちやな。ここ綺麗やから足つけてもいいよ、父さん。冷たい。冷たいよ。お、いいね。こういうの、こういうの。水草みたい。こんな感じで、あ、ここにいっぱいあるわ、そういうの。流木だらけ、これ流木パラダイスよ。流木いっぱい入れようぜ。ほら、こういうのいいやん、めっちゃ。うん、こういうのめっちゃ好きやな、俺。いっぱい入れてもバーって入れたらあれやな。カワムツや。もっと入れてや。さあ三つやだそれ。魚。魚さん三つや。よし。ああ。